こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、相続結核と相続排除の違いについて解説いたします。まず、相続結核、どういった場合に結核事由に当たるのかというところをはじめにお伝えします。で、その後、またどういった場合に相続排除できるのかというところを順番にこうお伝えしていきます。まず、イメージとしては相続結核の方が、まあ、悪いといったイメージです。排除よりも結核の方が、まあ、悪いんだと、まあ、いったイメージです。で、まず相続結核、まあ、4つに分けたんですけども、まず1つ目。故意に非相続人や先住民、同住民の相続人を死亡させ、または死亡させようとして刑に処せられた場合です。例えば、私のお父さんがいたと仮定して、お父さん、まあ、財産いっぱい持っている。ということで、その財産欲しいと思って、もうお父さんを私が、殺したと言った場合、これですね。故意に非相続人を死亡させてますよね。また、先住民、同住民の相続人、私が子供である場合っていうのは、私よりも先住民っていうのはありえないですね。まあ、同住民であれば、例えば私の弟だったり、妹だったりっていうのは、どちらも子供じゃないですか。お父さんから見たら、私は子供。兄弟姉妹。私の兄弟姉妹は子供ですよね。なので、そういった人たちを殺したと言った場合もこれに含みます。で、先住民を考えるのであれば、例えば、私の、お父さんがいて、お父さんの兄弟姉妹がいたとします。まあ、兄がいたとします。で、兄が私を殺したとか言った場合、兄から見たら私は先住民ですよね。相続順位は私は1番。非相続人、つまり私のお父さんの兄っていうのは相続順位3番なので、兄から見たら私っていうのは先住人に当たる。つまり私を殺すことによって、この人が相続人になる可能性があるわけですよ。だそういった場合ですよね。まあそういった場合、この人は相続結核に当たりますよということです。で、二つ目が、非相続人が殺害されたことを知って告発、告訴しなかった場合ですね。まあつまり、非相続人、今で言うと私のお父さんが殺害されたことを知って警察に言わなかったと、まあそういったイメージです。で、3番、詐欺脅迫によって非相続人の遺言を妨害したり、また非相続人に遺言させたり、また遺言を撤回、遺言取り消し、遺言を変更させた場合です。まあつまり、私がお父さんに対して、遺言するのを妨害した、お父さんは私の弟に対して相続たくさんあげたいと思っていて、それを遺言しようとしていたと。遺言書に書こうとしていたけども、それを妨害したりとか。また、私にたくさん財産が来るように遺言書を書け、みたいな形で脅迫したとか。また、そのように撤回させた、まあ、取り消しさせた、変更させた。まあ、そういった場合ですね。で、四つ目が遺言書を偽造、変造、破棄、隠蔽した。まあ、こういった場合も相続結核に当たります。で、続いて、相続排除。どういった場合に排除されるのかというと、非相続人に対して虐待をしたりとか、また侮辱したりとか、著しい非行を行ったりとか、した場合、相続排除の対象となってきます。まあ、これもだいぶ悪いことなんですよね。ただ、こっちの殺害とかに比べたらね、こう死亡させて、まあ、殺すってことなので、まあ、殺害とかよりかは、やや軽いかなといったイメージですね。まあ、これもだいぶ悪いことをしているので、結核じゃないのって思われる方いるかもしれないんですけども、ここは注意しておいてください。非相続人に対して虐待、侮辱、著しい非行、これは排除の事由なので、もうこれは覚えてしまいましょう。で、相続結核とか相続排除の対象となる人、まあ、どういった人が相続結核になるのか、どういった人が相続排除の対象となるのか、これ違うんですね。で、まず相続結核は全ての推定相続人です。で、まあ、推定って書いてあるんですけども、これは、まあ、相続人確定していない状況なので推定って書いてあるんですね。まあ、この点はそれほど気にしなくても大丈夫です。重要なのはこっちですね。排除については遺留分を有する推定相続人って形で、遺留分を有していない人は対象じゃないっていう話なんです。で、遺留分を有している、有していないっていうことで何が変わってくるかというと、遺留分を有している人っていうのは、こういった悪いことをした人に対して相続させないために、他の人にじゃあ相続財産与えるみたいな感じで遺言書を書いたとしても、遺言したとしても、
遺留分持っているわけだから、この人にも相続、最低の相続分ってあるんですよね。だから遺留分を有している人に限るって話なんですね。遺留分有していないのであれば、その人については遺言書を書いちゃったら相続させないことできるわけだから、排除の対象にする必要はないという話なんですね。まあ、例えば兄弟姉妹です。非相続人から見て兄弟姉妹ですね。例えば私がすごくたくさんお金を持っていた、で奥さんいる、で子供いない、で親もいない、で兄弟姉妹がいたとした場合、私が死亡すると配偶者は4分の3相続して、兄弟姉妹は4分の1相続するんですね。でも私が遺言で全財産を配偶者に与えるって書けば、兄弟姉妹っていうのは遺留分がないわけだから、相続分は全くないんですね。つまり遺留分を有さない人っていうのは別に排除する必要はないという話です。遺言書で対応できるわけだから、排除の対象にしていないということです。で、続いて手続きの仕方です。結核についてはもう手続きありません。もうこういった悪いことをしちゃったら、もう当然にもう結核になっちゃって、相続人としての地位失っちゃいます。で、一方で排除については、家庭裁判所に請求しなきゃいけないんですね。で、請求した上で排除の審判とか調停によってこの人を排除することができるんだということです。で、続いて資格の回復ですね。もうこういったことをした人っていうのはもう資格回復しません。つまり相続権も戻ることはないってことなんですね。で、一方で排除については相続権が回復する場合があるんです。で、それどういった場合かっていうと、これ取り消し請求をした場合なんですよ。つまりこの家庭裁判所に請求をして排除になりますよね、この人。排除になった後に、あ、それ取り消しますって言って取り消し請求をすれば、相続権回復させることはできるということです。なので、まあ、この表をですね、頭に入れていただければ、まあ、違い分かりやすいんじゃないのかなと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。